ジョナタン・ジャクソン・ジリマ・ヘースは、ブラジル出身のサッカー選手。ポジションは FW。2005年からアトレチコ・ミネイロのユースチームに所属。2006年9月に、アヤックス・アムステルダムでのトライアルの後、10月に PSV でのトライアルに合格し、12月に PSV が獲得を発表。2007年の夏に PSV と5年契約を結んだ。 2007年5月に PSVA1 でテルボルフトーナメントに参加。3から2で勝利したアルゼンチンのボカジュニアーズとの決勝でイスは2得点を決めている。2007年のオッテンカップでも A、イスはベスト FW に選ばれた。2007から08シーズンにヘイスは A セレクションに昇格するも出場時間が少なすぎると監督のセフ・フェルホーセンと衝突した。 3月に、ボルシアドルトムントのユーストーナメント参加を拒否し、5000ユーロの罰金を課されている。その後へ、椅子は足を骨折し、リーグ戦を最後まで欠場。足にプラスチックが挟み込まれたが、ヘイスが自分でそれを予定よりも早く取り除いてしまった。ため、クラブのメディカルスタッフはその後の治療を断った。2008から09シーズンの初めに、ヘイスは、 同箇書を骨折し、プレシーズンに参加しなかった。2008から09シーズン、ヘイスは監督のフーブスティフェンスと衝突。バカンスからの合流が遅れ、足のプラスチックを自ら取り除いて、再び怪我をするなどの行為の後、2009年1月にシーズン末まで 2PFC へレンタルされた。2009から10シーズンの初めに、ヘイスは売却される見込みだったが、プレシーズンに フレットルッテン監督によって与えられたチャンスをつかんでクラブに残留した AC スパルタプラハ相手の UEFA ヨーロッパリーグ戦でダニー・クーフェルマンスとの交代で途中出場80分くらいに PSV が同点に追いつくゴールを決めロスタイムには再び同点ゴールを決めたヘイスはヨーロッパリーグの FC コペンハーゲン戦でも十二分にこの試合唯一のゴールで 決定的な仕事をした。リーグ戦での初ゴールはその3日後、NEC 内目編とのアウェーゲームで0から2とするゴールを決めた。KNVB カップでの初ゴールは再びその3日後、ボレーで0から2のゴールを決めた。正式にはまだユース選手扱いだった絵、椅子は2009年11月26日に正式に A セレクション昇格が決定。2010年1月24日に、 ヘイスは禁止薬物の使用と公正のための支援を拒否したことでクラブから解雇される。以前から生活態度の問題やホームシックもあり2009年まで戦力外だった。このシーズンはチャンスを与えられようやく素質が開花し始めていた。しかし冬休みにブラジルへ帰国すると再び生活が乱れ始めチームのキャンプには5日遅刻して到着。 コンディション不良と疲労感もあり、アイント方変に相関され、ここでのチェックで薬物使用が見つかった。薬物の使用が認められたえ、イスに対し、チームは専門家の治療を受けることを勧めたが、ヘイスがそれを拒んだことで解雇に至った。自身での治療の後、ヘイスは2010年夏に再び PSV での契約のチャンスを得ると、プレシーズンでのパフォーマンスの結果、 一年契約プラス2014年までの延長オプション付きでサインした。2010年9月19日早朝に、ヘイスは飲酒運転で警察に逮捕される。呼吸によるアルコール検査の結果は許容値の3倍、近い 620UGL だった。これにより運転免許を剥奪され、書類送検された。2010年12月19日に、ヘイスはローダ・ジェイシーとの試合で、 膝の複雑骨折と、全十字人体、五十字人体、中央人体断裂の断裂という重傷を負う。長いリハビリが続き、2010から2011シーズンは、プレーできなかった。PSV は、ヘースとの契約を2014年まで3年間延長するか、2011年5月1日までに、決断が必要だったが、あまりにリスクが大きいと判断し、1年契約に、 止めようとした。しかし本人との交渉が難航したことで、結局2011年7月1日に契約が終了した。2011年7月からへ、椅子はプロ契約なしの無所属でリハビリを継続。2011年10月24日に PSV に戻って PSV のメディカルパートナーであるトップサポートで1週間治療のために滞在した。その際に、 PSV のフレットルッテン監督と話し合いを持ち、ヘイス本人が復帰の希望を示したことで2011年11月に、PSV がシーズン末までの契約を提示。しかし結局へ、イスはこれを受けなかった。2011年12月4日に、ヘイスは、クテスセト2011から2012シーズン末までの契約でサイン。自身のフィジオセラピスト、エドアルド・サントスの指導の下 パペンダルでリハビリを再開し、2011年12月8日から新しいチームメイトとのトレーニングに参加できるようになった。2012年1月22日に、ヘイスはフテッセでエールディビジ復帰を果たし、NEC 内目編戦でスタメン出場。2012年6月27日に、ヘイスはフテッセと新たに4年契約を結んだ。 2013年9月17日に、ヘイスは自身をチームの外側に置いているとピーター・ボス監督によって、リザーブチームへの追放処分を受けた。2013年11月26日に12月1日付で、イスとの契約を解除されることが発表された。ヘイスは家族のいるブラジルに戻り、2014年をはじめに EC バイイヤと契約したが、わずか10日間で、 契約解除。その後、トンベンセーフシーに移籍するも出場はなく、フリーに。2015年は EC マモレーヤへ水位がまとわたり、7月29日に、トルコの TFF1 リグ、ボルスポルと契約したが、期限内に書類がまとまらず、破談に。その後移籍したカンポリナでは、ブルマジーニョの名前でコパイタティアヤに出場。12月には、アナポリス FC へ移籍。 2016年1月5日、北海道コンサドーレ札幌へ完全移籍により、加入した。登録名は、ヘエス。札幌では、トクラとコンビを組む FW の柱として、背番号11を背負った。怪我が多く通年のプレーはできなかったが、出場した試合では、結果を残しチーム3位の得点を挙げ、J に優勝に貢献した。 2017年も筋肉系の負傷のため、J1 リーグ戦出場数は12試合にとどまった。ものの、J、徳良健県に次ぐ、チーム3位の6得点を挙げる高いシュート決定率を誇り、札幌の16年ぶりの J1 リーグ残留に大きく貢献した。2018年7月に、海外クラブへの移籍を目指し、契約解除となった。2018年9月よりアルビレックス新潟へ、 加入したが、出場機会を得られずシーズン終了後に、契約満了により退団した。ありがとうございます。